これに、これでフミキリストが勝てばマリオとデッソここの1回戦勝ち上がることになります。相手はナナシ、ナナシが勝てば延長戦。さあフミキリスト前回優勝2連覇2オン2ではありますが2連覇というのはなるのでしょうか。なり、さあナナシ早い、ナナシ早い。この前回はこの第一エリアで二立てするということを起こしてしまいました。そのうわーっと一気に飛んでいってしまったナナシ、これも痛恨のミス。よってマリオとゲッソが1回戦を突破するという展開になりました。このナナシは前回第一エリアでまさかの二立てという屈辱を味わいました。しかし今回は飛ばしてはいますが超えていきました。そしてやはりナナシがリードするという展開。前回王者相手にこの速さを見せつけていました。しかしこの次、あーっと飛ばしすぎました。あまりにタイムを早めることを意識しすぎてちょっと待つという手順を飛ばしてしまいました。ナナシ踏み切りスト勝ちました。1回戦突破。マリオマルオとフミキリストというとんでもないチームが現れております。マリオとデッソ。ナトリウムは敗者復活戦で、ね、